中東戦争第三次中東戦争第三次中東戦争は1967年6月にイスラエルとエジプト、シリア、ヨルダンをはじめとする中東のアラブ諸国の間で発生した戦争。中東戦争の一つに数えられる。史上3度目の中東戦争であり、1956年の第二次中東戦争以降対イスラエルアラブ情勢は、 比較的安定していたが、1966年にヤーセル・アラファートが指導するファタハがヨルダンとの国境に地雷を仕掛けてイスラエル軍兵士が殺害されたことを受けて起きたサム事件から次第に緊張が高まりつつあった。1967年5月にはエジプトが市内半島に地上部隊を進出させ、さらにエジプトの要求により、 第一次国際連合緊急軍が撤退、チラン海峡も閉鎖するなど、イスラエルの抹殺、すなわち戦争の動きを見せるようになり、イスラエルも動員令を発令、国防省にモシェダヤンを就任させるなど、戦備を整えた。こうした中の1967年6月5日朝、イスラエル空軍がアラブ各国の空軍基地に空襲を行い、 アラブ各国の空軍に壊滅的被害を与えた上で攻撃を開始した。アラブ側はイスラエル軍の前にほとんど抵抗できずに敗走を重ね6日間で戦闘は終結。イスラエルはエジプトからシナイ半島ガザ地区をヨルダンから東エルサレムを含むヨルダン川西岸をシリアからゴラン高原を占領した。この戦争でイスラエルはほぼ一方的な勝利を 収めたが、このためにアラブ側の戦争能力を軽視することとなり、1973年の第四次中東戦争の初戦でアラブ側に敗北を喫することになったと言われている。戦争前に比べて国際的信用も低下し、かつての支援国イギリスフランスからは兵器の共同開発や輸出を断られている。またヨルダン側西岸から周辺国へ亡命した人々も多く、 結果として、パレスチナ難民は増加した。この戦争を受けて、国際連合安全保障理事会が決議した、国際連合安全保障理事会決議242は、中東問題の平和的解決を目指した基本的、条文であると言われる。2015年現在もイスラエルは、ガザ地区、ヨルガン川ガ西岸、ゴラン高原を占領し、自国領であると主張しているが、 国際的には受け入れられていない。なお、本戦争は6日間で終結したことから、世界一短い戦争と呼ばれることがあるが、実際の世界最短の戦争は1896年のイギリスザンジバル戦争である。本戦争の名称について、イスラエルでは6日戦争と呼ぶ。アラブ側では大敗北、あるいは1967年戦争と呼んでいる。 欧米では、6日戦争が一般的に用いられているが、1967年、アラブイスラエル戦争、第三次中東戦争とも呼ばれ、日本では、後者が一般的に用いられている。第一次中東戦争によって、パレスチナの大部分はイスラエルが獲得していたが、ユダヤ教、キリスト教、イスラームの聖地とみなされているエルサレムの旧市街を含めた東エルサレムは、 アラブ側のヨルダンが支配していたため、エルサレム級市街における嘆きの壁において、ユダヤ教の祈りを捧げることが不可能となり、正統派ユダヤ教徒を中心に不満が高まっていた。一方、アラブ側では、1964年にヨルダンの首都アンマンを本部としたパレスチナ解放機構が結成され、イスラエルに対するゲリラ闘争を行っていた。1966年2月、 シリアでクーデターが発生し、PLO 支持の新しい政権が樹立すると、国内の混乱も収まらないうちに、ゴラン高原からイスラエル領内へ砲撃を加え始めた。イスラエルは、住民保護を理由として、7月に空軍を派遣して、シリア軍と交戦した。シリア空軍機を撃墜して、砲撃陣地を破壊、さらに自衛行為として、首都ダマスカス上空を飛び回った。 当時、アラブ側にはソビエト連邦から兵器を購入していた関係でソ連国家保安委員会の要因も入っていた。また、ソビエト連邦は中東でアメリカ合衆国に対して有利な立場を得ようと中東で戦争を起こそうと格索していた。そこでイスラエルとシリアが即時に改戦をする意思も体制もなかったにもかかわらず、KGB は エジプト政府に両国が開戦するとの情報を知らせた。また、シリア政府に対しては、イスラエルがシリアへ侵攻する準備を開始したと報告した。このため両国は、開戦に備えて国境沿いを組んで固めた。ヨルダンも1967年4月にエジプトと共同防衛条約を結び、イスラエルの侵攻に備えた。一方、イスラエルは、 情報特務庁の情報活動によって、アラブ側の情勢は絶えず、知らされていた。イスラエルは、KGB の行動とアラブ三国の緊張を根拠として、アメリカ合衆国に仲裁を求めたが、アメリカ中央情報局は、アラブ諸国の侵攻はないと判断しており、また当時の米国は、ベトナム戦争を戦っていたため、中東でイスラエルを支援する余裕がなかったために、応じなかった。 1967年5月16日にはエジプトが市内半島での停戦監視を自宅していた国連緊急軍を撤退させるなど情勢は緊迫化した。当時、周辺国のすべてが国交のない敵国であったため国家消滅の危機感を抱いていたイスラエルはアラブ諸国に侵攻される前に先制攻撃を決意し海戦の準備を行った。 KGB はこの情報を入手したが、アラブ側には伝達しなかった。1967年6月5日、イスラエル空軍機が超低空飛行で、エジプトシリアヨルダンイラク領空を侵犯、各国の空軍基地を奇襲攻撃して、計410機にも上る航空機を破壊した。このレッドシート作戦によって、制空権を奪ったイスラエルは、地上軍を侵攻させ、 短期間のうちに、ヨルダン領ヨルダン川西岸地区、エジプト領ガザ地区と市内半島、シリア領ゴラ乱高原を占領した。気候総監のイスラエルガルは、市内方面の三国気候師団長の一人として、地中海沿岸のルートを進撃し、エジプト軍に対する圧倒的勝利を収めた。ヨルダンとエジプトは6月8日に停戦、シリアも6月10日に停戦した。 のべ6日間の電撃作戦でイスラエルの占領地域は戦前の4倍以上までに拡大した。第三次中東戦争は一応の停戦には至ったがアラブ諸国も領土を喪失したままでいられるはずもなくすぐに紛争が勃発した。ヨルダンは聖地東エルサレムを奪われ国家の威信が揺らいだ。そこで停戦から半年後に PLO を支援してヨルダン川西岸を攻撃したが、湿地回復には至らなかった。また、エジプトはスエズ運河を挟んでイスラエルと対峙したが、1968年からエジプト軍が散発的な砲撃を加えるようになり、いわゆる消耗戦争と呼ばれる砲撃の報復合戦となった。この砲撃戦によってスエズ運河は実質的に通行不可能になった。 消耗戦争は断続的に2年間続いたが、1970年6月、イスラエル軍がスエズ運河を越えてエジプト軍を攻撃し、砲撃陣地を破壊して占領した。1ヶ月以上の占領の末、8月に両国は停戦した。この1970年はアラブの転換点となる重要な年となった。PFLP 旅客機動自敗弱事件をきっかけに9月には、 ヨルダンが PLO を攻撃する内戦が発生。ヨルダンは避難されて孤立し、PLO はレバノンに逃れ、後のレバノン内戦の引き金となる。内戦の直後、エジプト革命の立役者ナセルが死去、サダトが大統領となった。彼はイスラエルとの講和を目指す一方で、市内回復などの有利な条件で講和を果たすために、再度のイスラエルへの軍事行動を拡策。空軍司令。 ムバーラク主導の空軍再建やイスラエル自慢の気候部隊を打ち破るためのソ連からの対戦車ミサイルを中心とする対戦車戦術の導入などを推し進めた。一方、圧倒的勝利を収めたイスラエル側ではアラブに対する油断が生じ、モサトによる同行情報への反応も鈍くなっていた。さらに奇襲による国際社会の信用低下に加え、 中東のパワーバランスが崩れることを危惧したイギリス・フランスはアラブよりの政策に転換しイスラエルへの武器輸出停止などの措置を取ったこうした情勢の変化が続く第四次中東戦争初戦における大損害へとつながることとなるアメリカをはじめ欧米諸国はイスラエル支持ソビエト連邦はアラブ支持の立場を取った米ソは協議を行いイスラエル軍の撤退と アラブ側にイスラエルを承認させる妥協案をまとめた。しかし、国際連合総会への提出を前に、アラブ側が妥協案を不服としたため決議は行われなかった。こうした諸外国の対応の遅れもあり、イスラエルは占領の規制事実化を進めていった。しかし、消耗戦争による戦争の再燃で再度ベソに加え、イギリスが朝廷に加わり、 イスラエルよりの米国案に、アラブよりのインド案を加味した形で協議を行った。その結果11月22日、国際連合安全保障理事会は、イスラエルの占領を無効とするアンポリ決議242を全会一致で可決した。決議では同時に、国際水路の自由通行権の保障、パレスチナ難民問題の公正な解決、 イスラエルを含むすべての当事国の生存権の承認を確認した。決議は、イスラエルの占領を無効とする一方、撤退期限は定められず経済制裁などの具体的なイスラエルへの対抗措置も行われなかった。また、英語文では、Withdrawal of Israel Armed Forces from Territories Occupied in the recent conflict, フランス語文では、 ルトレットで放説アームイスララインでテリートアー、アキアップスロースジュリーセントカンフリットと言語によって解釈が変わる内容になっていた。定感詞でをつけることで第3次中東戦争での占領地全てを特定する意味となるが、英文では意図的に座を省くことでイスラエルによる占領の少なくとも一部は認められる余地がある解釈を可能にした。これは 野口正明によると、イギリス大使が意図的に曖昧にすることで決議案の採択を可能にしたという。ただし、武力行使の否定は共通しており、武力による領土の獲得を否定する前提があった。一方、イスラエルの独立が確認されており、イスラエルにとって有利な内容と言えた。その結果、イスラエルは英文の解釈を根拠に、 すべての占領地を返還する必要はないとして占領地の支配を続けた。またアラブガー当時国もイスラエルの承認を拒んだ。しかし本決議は現在でも有効であり、1973年第4次中東戦争時のアンポリ決議338ではアンポリ決議242に基づく停戦が確認されシリアも受け入れた。 1980年にはアンポリ決議465で重ねてイスラエルによる占領の無効を決議した。したがって第三次中東戦争以降のイスラエル占領地は原則としてイスラエルの支配は公認されていない。第四次中東戦争後の1979年、イスラエルはエジプトと単独講和を結んだため、 エジプトから占領したシナイ半島については返還したが、残りの占領地は実行支配を続けた。その後、1993年のオスロ合意で占領地をパレスチナ自治区として認めることになったが、イスラエルはパレスチナ自治区の各地でユダヤ人入植地を築いて支配の永続化を図っており、対立は続いている。第三次中東戦争中。 イスラエル国防軍により、エジプト兵捕虜やパレスチナ人義勇兵が処刑されたと、されている。実際、戦争に参加した退役軍人が49人のエジプト兵捕虜の違法処刑を認めたとされる。また、当時従軍していた兵士も投降したエジプト兵が、イスラエル兵に射殺されているのを目撃。また、イスラエル人記者も、 5人のエジプト兵が穴を掘ることを強制された上にその場で殺害され埋められたのを見たと語っている。これらの話がイスラエルメディアを騒ぎせドキュメンタリー番組も制作されている。2007年3月5日、エジプトの外務省が第三次中東戦争中に当時イスラエル軍を指揮していたベインエリエゼル国土基盤省がエジプト兵捕虜250人を処刑したと非難した。 避難の根拠は、イスラエルのテレビ局が放送した番組だが、番組制作者のランエタアリスト氏は、内容は、エジプト兵の処刑ではなく、エジプト軍参加のパレスチナ人部隊が、イスラエル兵に殺害された事件のドキュメンタリー番組であり、番組内容が歪曲されていると否定する声明を出している。ありがとうございます。